親指トム将軍は、本名は、チャールズ・シャーウッド・ストラットンといい、小人将の偽物芸人です。彼は P.T. バーナムの、バーナムのアメリカ博物館、の人気賞の一つとして知られています。親指トム将軍は、1838年1月4日、ストラットンはコネチッカト州、ブリッジポートで、大工の父シャーウッド・エドワード・ストラットンと母エイミー・シャープの間に生まれました。普通の両親のもと、生まれた時のチャールズは比較的大きな赤ちゃんで、出生時は 4300g の体重がありました。生まれてから半年間は順調に成長して、その時点で身長64センチ、体重は 6.8kg ありました。しかしその後、突然成長が止まってしまいました。全然身長が成長していないことに気づいた両親が医者に見せると、普通の背の高さになることはほとんどないとの診断結果を言い渡されました。1842年、4歳のチャールズは、生後6ヶ月からわずか1センチだけしか身長が伸びませんでした。チャールズの兄弟は、皆全体的に正常で、健康な子供で、平均的な成長をしていきました。そんな時、遠い親戚にあたるバーナムが、チャールズに関する噂を聞きつけ、彼の両親と連絡を取り、バーナムが彼を預かることになりました。バーナムは、チャールズに歌やダンスや、パントマイムや、有名人のモノマネを教え込みました。そして、チャールズは5歳にして初めてアメリカのツアーを行いました。キューピッドやナポレオン、ボナパルトなどのモノマネをしたり、歌やダンス、滑稽なジョークを行い、これが大評判になり、ツアーはさらに拡大することになりました。1年後、バーナムはチャールズをヨーロッパツアーに連れて行き、国際的な有名人に仕立て上げ、チャールズは当時のイギリス女王であるビクトリア女王に2度面会し、ウェールズ公エドワード7世と3度面会しています。さらに、1845年には、パリのオードイル劇場の演劇に出演した際には、大成功を収めることができました。これでさらに人気は加速して、チャールズの周りには、群衆ができるようになりました。3年後、チャールズはアメリカに戻り、バーナムと共にコメディアンの道へ進みます。彼の知名度は爆速で伸び、当時のニューヨークにおいて、彼の人気と名声は、彼の生涯において、どの俳優よりも高かったそうです。チャールズのニューヨークでの初演は、フリークショー、エンターテイメントの歴史における転換点というものでした。チャールズがデビューする以前は、エンターテイメント目的で、珍奇な人間、障害を抱えている人間、を展示することは、恥ずべきことであり、不愉快なカーニバルの娯楽とみなされていました。しかし、チャールズのパフォーマンスを見た観客は、フリークショーに対する偏見が変わり、チャールズの活気のある楽しいパフォーマンスはアメリカで最も劇場的な娯楽として民衆に受け入れられました。また、7歳の時には、メロドラマを演じています。バーナムは、チャールズの小人賞の身体でうまく、ビジネスを模索していたが、また一方で純粋なコメディアンとして、彼が本当に多彩な人物であることを売りにしようと考えました。バーナムは、チャールズは、演技力、歌唱力、ダンスのセンス、コメディアンとしての実力が高い、と紹介しました。その結果、一部の演劇批評家たちは彼を、プロのエンターテイナーとして起用しました。1846年、チャールズの身長は、生後6ヶ月以来初めて成長し始めました。1851年1月、スタロットンの身長は 74cm になり、18歳の誕生日には 82.6cm にまで背が伸びました。21歳の誕生日の時には 86cm になり、1862年10月3日にフリーになった時は 89cm にまで成長しました。その後、1863年にチャールズは同じ小人賞のラビニア・ワーレンと結婚し、ニュースの一面で報じられました。結婚式の後、二人はホワイトハウスのリンカーン大統領に会ってみたい、と招かれています。二人は新婚旅行にヨーロッパだけでなく、イギリス領インド、特に後にバングラデシュとなる地域を旅して回りました。バーナムのマネジメントのおかげで、チャールズは裕福になることができ、彼はニューヨークの友好地区にある家を購入することができました。そして1883年7月、チャールズは突然、脳卒中で死去してしまいます。45歳という若さでした。2万人以上の人々が葬儀に参列し、バーナムは親指トムの実物大の像を購入して、マウンテングローブ墓地に墓石としました。身体にハンディキャップを背負いながらも、多彩な芸を習得し、人々から愛され、輝いた。そんな美しい人に見えました。では、ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。ではまた。